はい、グルデカでございます。ただいま、石川県の、加賀市にございます。こちら、ドライブイン富士山でございますね。今回で2回目でございます。名物の富士鍋と軽くね焼肉をつまんで帰りたいと思います。こちらはね国道8号線沿いですかね。非常にねトラックのドライバーの方とかにも人気の、とても美味しいお店でございます。レッツドライブイン富士。ぐる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 めでか。はい、こちらが名物の富士鍋ですね。種類的にはね、いろいろとあるんですけど、今回、一番人気の鶏鍋をオーダーしました。これがですね、1人前でございます。はい、こちらは牛バラ2人前でございます。こちらのお店ね、この富士鍋も美味しいんですが、焼肉もね、かなり上質のね、お肉を使っていらっしゃる、とても美味しいお店です。基本こちらのお肉は A5 か A4 ランクのね上質のお肉をのみを買ってるようなことを使っておられますね。この今度がいいよな。このタレをたっぷりつけてご飯にワンバウンド。タレも美味しいわ。めっちゃうまい。少しねしなっとしてきますよね。はい、はい、食べ頃になってまいりました。お野菜はですね、白菜と玉ねぎ、人参、それともやしが入ってるんですかね。あとその中に具材として鶏肉が入っているようです。鶏鍋、お野菜がいっぱいで健康的ね。この味噌仕立てがいいよね。美味しい。はい、追加注文しました。こちら右側が牛バラでございます。そして左側が豚バラでございます。
れ用のラーメン玉を追加いたしました。こちらでね締めたいと思います。見た目はですね、やや細麺、そして切り入れてますね、はい、黄色い卵麺みたいな感じの麺でございます。味噌の味がいいね。あのお野菜の旨味が出てるわ、うん、とても美味しいです。うん、ぐる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 めでか。はい、こちらですね、ドライブイン富士山でね、美味しい富士鍋ですね。今回は鶏鍋をいただきました。あの野菜たっぷりでとてもね健康的なお鍋でございます。そして最後にね締めでね、ラーメンの麺をですねいただきまして、あの味噌のねスープと絡んでとても美味しかったですね。ぜひね締めでおすすめでございます。それと焼肉は牛バラと、豚バラ、牛バラをね3人前と豚バラ1人前ですよね。はい、でご飯並みですね。はい、なかなか大満足のドライブイン富士山でございます。はい、今回の動画がねよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。